本日のワインはこちらです。どうもゆきおです。今日もワインといきなり間違った。どうもゆきおです。今日もゆきおとワインやっていきましょう。ワインはですね、フランスのプロヴァンスの白ワインでございます。暑いのもうね、いや暑いっていうか、まあ、むしろ蒸し暑いだね。湿度かな。今日も雨とか降ってるしね、暑くて湿度が高くて、もうねすっきりしたワインが飲みたいの。ということでプロヴァンスの白ワインでございますね。ドメーヌガボティという生産者の白、初めて飲みます。グランドクラシックコートドプロヴァンス2017年なんでね、ちょっと前のヴィンテージだね。こちらをちょっとね飲んでいこうと思います。すっきり白が飲みたいってことでね、これをちょっとチョイスしてみたんだけども、なんとさっき気づいたんですけどもね、アルコールがね 14.5% ありました。高い。アルコール高っ。結構高いね。すっきりさらっとじゃなかったかな。イメージじゃそういうイメージ買っちゃったんだけど、まあ、飲んでみないと分かんないけど、ね、実際どうなのかなと思いまして。でこの生産者自体はもちろんね、さっき言ったねプロヴァンスの生産者なんだけども、グランクラシックだっけ、グランクラシックのこのキュベと、なんかもう一つこの上にもう一つキュベがあって、それはエチケット全然違うんだけど、なんか女性の顔が描いてあるエチケットなんだけど、それのロゼのバージョンを飲んだことがあって、すごく美味しくて、気になってた生産者だったので、今回白を飲もうかなと思っております。まあちょっとこのエントリーキュベの方なんだけどね、3000ちょっととか4000しないぐらいかな。ブドウ品種はロール 100% ですね。フランスだとロールというんですけども、イタリアだとねベルメンティーノという名前でね呼ばれてる品種だね。どうでしょうか、楽しみですね。ゆきおとワイン。そうね、まあまあ濃い黄色、濃いイエローですね。なんかベルミンティーノだからかな、少ししっかりとした感じはありますけど、綺麗だよね。なんかね応答みたいな、まあそこまではいかんか。結構濃い色だよね。ちょっと熟成してるからかな。いかがでございますか。爽やかだね、すごく。まあちょっとね、ハーブっぽさがあって爽やかな、フルーティーなフレッシュな感じのね、果実があるので、まあちょっとめちゃめちゃフルーティーって感じが、香りがブワッと上がってくるわけじゃないけど、なんかその、まあ、落ち着いた感じかな全体的には。でも座りするとちょっと蜜っぽい感じも出てくるね。なんか本当にもっとフレッシュ、若い頃はお花の蜜のようなちょっとねさらっとした感じの蜜な感じだったのが、それがちょっとね濃度が出てくるというか、ちょっとしっかりとした方に向かってる、まあちょっと熟成してるからかもしれないけど、という感じもあります。でも全体的にはフレッシュな感じもまだ残ってるし、ちょっとシャープな印象だよね。ふわっと膨らむような感じじゃなくて、シュッと削ぎ落としたような感じのシャープな感じの印象で、なんかすっきり感があるので、なんかこういう季節やっぱいいのかなっていうね。フレッシュなワイン飲みたい時はいいのかなと思うんだけど、アルコール14ってことでしょそこが気になってるっていう飲んでみようかね。美味しいね。ああ美味しいね。すごいシンプルで、ハーブみたいな感じはやっぱりさっき言った香りのようなね感じが出てくるので、アフターにやや苦味、ちょっと心地よい感じの苦味なんだけど、まあ、これやっぱベルメンティーノの特徴にはなると思うんだけど、なんかソーヴィニョン・ブランにあるような、あそこまで青くはないけども、なんかちょっとその青っぽい雰囲気と苦味みたいな感じの、が多少あるんだよね。そこもでもソーヴィニョン・ブランだからもっと分かりやすいスパッとした感じの青さと、なんかそのハーブっぽさっていうのがあるんだけど、ベルメンティーノはそこまではいかないけども、そのややそこの要素は持ってるのかなっていうのがあって、で心地よい苦味があるので料理とね、またねガブガブいきたくなっちゃうんだけど、 14.5 でしょ飲んだ感じはそんなにアルコール強くは感じないけど、なんかゴクンってして喉を通ってお腹に来る間になんかちょっと熱さは感じるから、アルコールあるのかなってぐらいだけど、飲み心地になんかそんなアルコール強い感じはそこまではしないからね。なんかキュキュって飲めちゃう。結構今キンキンに冷やしてたから
ガッて冷やすとサクサク飲めちゃうような感じがするので、なんかちょっと危ないかもね、 14.5 のサクサク感っていうのは。うん、まあすごいシンプルで美味しいかな。やっぱこのお魚とかね、なんかそういうのがあったらもうより合うのかなと思うんだけども、あの去年のね今頃、今日ね7月1日なんだけど、ちょうど1年前はですね、私アビニョンにいましたね。アビニョン、まあ南仏の入り口ぐらいかな、あのまあローヌだからね。でそっからトゥーロンっていう街に行ったんだけど、そこはもうプロヴァンスだよね。もうまさにプロヴァンスだったんだけど、いやー飲んでたね、こういうワインめっちゃ飲んでたわ、思い出すわ本当また行きてー、行きてーなーフランスっていうね思いを馳せながら飲んでる今日のねプロヴァンスワインなんだけども、いやーいいなー、やっぱりなんかね蘇るんだよねそのなんか場所の雰囲気とかさ、その感じが、ワイン飲むとね、その地方で飲んだワインと同じようなワイン飲んでると蘇るよね記憶が。うん、さあ今日はねここに僕の大好きなあれを合わせていこうかなと思います。お芋ちゃんです。フレンチフライですね、奥様があげてくださいました。すげえ久しぶりなんだよね、さっき味見で1個食べちゃったんだけど、めっちゃうまでした。合わせていこう、大きいっちゃ、大きいのいっちゃおう、よいしょ、ふぅ、あーうまいあーうまい、幸せ、芋って幸せを運ぶよね、うん、最高、うま、うん、バッチリバッチリ、まあシンプルだからねワインがね、まあ大体どんな料理とか前菜系が味がそうね、濃くない感じとか、素材の料理を、素材の味を生かした料理とかね、そういうものだったらやっぱり、ね、全般的に合うと思うな、この感じの場合は。美味しいね、美味しいね、うんうん、最高だね。いや外飲みとかもしたいよね。全然雨降って湿気あるから外では飲みたくないけど、今はねなんかねこうカラッと晴れてるところでね、カラッと晴れたテラスでね、こういうのとね、なんか前菜とかいろいろお魚系とかさ、フランスに来てということで、本日ご紹介したワインはドメーヌガボティのグランクラシックコートドプロヴァンス2017年でございました。非常に素晴らしい、どんな食事にも合う万能な白だと思います。フランス行きたいですではもしねよかったらチャンネル登録と高評価、あ高評価とか言っちゃった、いいんだよね高評価をよろしくお願いします。あとですね、インスタとツイッターもやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もありがとうございました。ゆきやでございました。それでは皆様、じゃあね。バイ。